あなたの気持ちを怒りを使わずに伝えることができると、パートナーシップは劇的にうまくいきます。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は男女関係のコミュニケーションの話をもうちょっと深めていきます。コミュニケーションのお話は何度もしたと思いますけれども、今日は超リアルコミュニケーションバージョンですね。日本人の皆さんがコミュニケーションをする時の最大の敵は、日本人の特質でもあるんですけれども、相手の心を深読みしすぎるっていうこと。コミュニケーションというのは、あなたが感じて思ってることを伝えることであり、あなたの彼、パートナーが感じていることは彼に聞きましょう。これがとても大事なんですけど、これができないんです。あー、なんかすんごくうちの彼イライラして怒ってるんじゃないのかな、やべえな、なんとかちょっと機嫌良くなるような、なんか考えなきゃってあなたは思うわけです。そうかもしれないけれども、彼はちょっと仕事のことを考えているだけかもしれないんですよ。その時にあなたがすることは、ねえねえどうしたの、なんかイライラしてるって聞くだけです。彼は本当はイライラしてても、いや別にっていうかもしれません。まあ、ほとんどの日本人の男性はごまかします。そうなんだ。でもなんかすごくイライラしてるように思うと、なんか私がイライラさせちゃったのかな、なんてすごい不安になっちゃうんだよね。いや別にそんなことねえよ。いやちょっと仕事のこと考えてたりさ、ごめんごめん。自分がしてることで彼女がどのように感じているかが分かれば、男性は安心するわけですよね。ところがですね、多くの皆さんは一人で完結してしまうわけです。コミュニケーションのとても大事なことは、あなたが思っていることの全部を聞くことです。そして伝えること、そして彼は彼が伝えますから、彼が喋りやすいように聞いておくことがとても大事なんですね。だってさ、私たちも付き合って6ヶ月になるじゃない。最近は LINE とか電話も私ばっかりでさ、あなたの方から来ることない。そうするとなんか私ってもう飽きられちゃったのかなとか思っちゃう。我慢せずに聞くことです。だって我慢しちゃうとね、我慢して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 我慢すると、必ず怒りという感情が湧いて、このコミュニケーションが、もういい加減にしてよ、いつも私ばっかりであなたから帰ってくることはないって怒ってコミュニケーションしなきゃいけないわけですね。そうすると伝わるメッセージは、彼はあなたに怒られているというふうに認識しますから、あなたが一番伝えたいことよりも違うメッセージが伝わってしまうんですね。あんたといて私は幸せじゃないわよ、あんたなんかと付き合ったからこんなに私はイライラさせられるなよっていう、全然違うメッセージが伝わってきます。本当に私のことが好きなの、嫌いなの、私にも飽きちゃったの、どうかもっと私を愛してほしい、あなたがどうでしょう。怒りとともにコミュニケーションを伝えてしまうと、ものすごく愛されにくいメッセージが彼に伝わってしまうと思いませんか。そしてうるせえななんて言われたら、ほらやっぱりもう全然私は大事にされてないもんみたいな話になっちゃいますよね。でもどっかでほらやっぱりなんです。きっとあなたは私のことを嫌いになったはずと
というふうにまるでゴールが設定してあり、そこにコミュニケーションが入っていって、2人の関係がやっぱりそうなのねってネガティブな方にあなたが追い込んだようになっちゃいます。コミュニケーションっていうのは我慢すればするほど必ず怒りとともにコミュニケーションします。でも逆説的なんですけれども、怒りを伴うコミュニケーションの下には必ず助けを求める声が必ず隠れています。ありとあらゆるコミュニケーションの中で感情的であったり怒りっていうのは、実はそれは助けを求める声なんですね。何回も皆さんにお伝えしたかもしれませんが、愛してほしい、分かってほしい、助けてほしい、これが上手に言えないと怒りになっちゃうんです。ありとあらゆる怒りっていうのは、なんで分かってくれないの、なんで助けてくれないの、なんで愛してくれないのっていう感情から来る。つまり、もしあなたのパートナーがあなたを攻撃しているように見えている時、なんでそんなに怒るのよじゃないんですよね。あなたに助けを求めているわけです。でもあなたが上手にそのことを伝えられないように、あなたの彼もそうなんですね。一般的にこういうご質問をいっぱい皆さんからされます。一緒に住んでるんですけど、彼は仕事から帰ってきたらいつもゲームばかりしてるんですよね。そして私とコミュニケーションを取ったり話しません。どうしたら彼はゲームをやめてコミュニケーションしてくれますか、私と遊んでくれますか。まず女性の皆さん、彼がゲームをしてるとき、それは間違いなくあなたにもうすでに怒ってるんです。あなただけじゃなくて、彼は子供の時から嫌なことがあったら、それはまるで精神安定剤のようにゲームをしてるわけです。つまりイライラ防止策が実はゲームなんですね。俺がもしゲームをやめたら、お前に対する文句をぶつけちゃうじゃねえか、そうしたくないんだ、ゲームをしてるんだよ、これが彼の言い分なんですね。あなたは彼がゲームをしてるということに関して怒りを感じていますが、彼はすでにあなたに対してあった怒りを抑えるためにどうもゲームをしてるわけなんですよね。パートナーシップにはこういうことわざがありますね。二人の感じてる感情はいつも一緒、でもそれを表現するスタイルが違うんだ。もし彼がゲームばっかりしてあなたがイライラしているとするならば、彼にねえねえ、なんか私のことで怒ってるって聞いてみるのも一つの手かもしれません。でもほとんどの男性は別にってこんな言い方をします。本当になんかあなたのことを怒らしちゃったかななんてちょっと心配しちゃってるのよね。機嫌が悪いと、なんか私は自分がなんか下手打っちゃったんじゃないのって自分を責めちゃうんだよね。まあでお話できたら、本当はあなたの理由で彼はゲームを怒りながらしていたわけですけど、そんなことねえよ、別にお前には感謝してるよなんてコミュニケーションをしていく間に気分が変わっていくわけです。飯でも行くみたいな話。できる限りどんなことでも伝えてしまう。そしてコミュニケーションは絶対怒りをぶつけてはない。そういうふうに言われるとすごく寂しくなっちゃうんだよね。そういうふうにされると、私は本当に自分は嫌われちゃったんじゃないかなって自分を責めちゃうのよ。本当にそういうふうにされるとすごく自信をなくしちゃうんだよねって、あなたの気持ちを怒りを使わずに伝えることができると、パートナーシップは劇的にうまくいきます。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。